落ち出た、大丈夫。あ、座高が、座高が高すぎた。あ、そういうことか。月曜決勝だ。ごめん、今カメラ用に一回スイッチ切ってからやっちゃった。カメラ用にそういうとこあるんですよ。はい、今日はですね、はい、スターバックスの新商品でありますところの、プリンアラモードフラペチーノ気になってた、美女4人で紹介してみたのコーナー。それ飲みたい。それ飲みたいけど、美女4人、はい、あ、美女ってことはあれ、もしかして、ゲスト、家族を出して、出すの、家族、お母さん、お母さん4人が遠い、そうじゃありません。でもある意味ではそういった顔が出てくるんじゃないでしょうかと思っております。皆さんご存知でしょうか、スナップチャット、先週あたりに YouTuber さんたちの間で大流行りしていました。男の顔が女になったりとか、大人の顔が男になったりだとかいうチャットアプリ、はい、それで撮った動画がね、大人の顔が男になったり言ってた、大人の顔が子供になったりとかね、いうね、はい、顔をすぐ変えてくれるっていうアプリがちょっと、ね、いいね、それはいいね。先週 YouTuber で流行ってたアプリがあるんですけれども、変えたいと思ってたもんね。瀬戸さんが最初やったのあれ、俺はそんなイメージ。あー、確かに。瀬戸っちって言ってね、やり始めて、そこで、あ、俺もとみんなやったやつ。YouTuber 瀬戸っち。まあ、ちょい遅れで有名な劇団スカッシュが、今日は新作の、スターバックス、こちらですね、プリンアラモードフラペチーノ、これすごい、ね、ご紹介してみようかなと。でもちょっと溶けてるもん、これちょい溶けるよね。これってさ、シャリシャリ系、氷系、フラペチーだから、フラペチーだからね、そりゃそう、フラペチーだからね。ここにだから どんな味すんのかっていうのを、うん、おじさんたちがさ、うん、紹介するよりもやっぱり美女に紹介してもらいたいじゃないということで、我々が美女に扮して、いや、美女、待ってください我々劇団員なんです。劇団スカッシュなんです。美女が食うならよかったけど、美女になって心も美女になるからそれをもう皆さんが今からやりますんで、よかったら最後まで、珍しいよ、絶対最後まで見てってくださいね。最後に全員がうーんって言ってるのが珍しいよ。いや、中田さんもうーだと思うんだよ。じゃあやりましょう。こちらのね、台本の方には達也さんが一番最初にやってくれっていうのが書いてある。あちらのベランダに近い席、照明が一番当たりますんで、それからかこちらの方を、これから持っていただきまして、そのアプリの方でね、これから そちらの iPhone の方で、女の顔に、その隣ですかね、それですね、顔写真撮った、認識された、あっ、俺この人見たことある、北陽の虻川さん。髪長え。ちょっとさ、全然ブスなんだよ。もっとあげる。はい、北陽の虻川さんが。以上じゃねえんだよ。あれ、これも今撮ってんの？画面録画やってる。今これで撮ってます。あ、はい。じゃあちょっとまず見て、いろんな顔隠さないで。そうそうそう。以上。じゃあ女子になって。女子になって。ここにあのジャムと、ここにキャラメルみたいのが入ってて、ここになんか生クリームみたいのが入ってて、ねえ、声の加工はやってよ。どうあ、甘まーい。女の子そんな口開けないの。甘すぎるよ。ちょっと手がおじさんなんだけど、シャカシャカそんなさ、ちょっと混ぜるね。手も加工してほしいね。手も加工してほしい。すごいね、髪の毛がこんだけ伸びてくるの。俺ずっとさ、こう画面を見てんだけど、その後に津田さん見るとゾッとするんだよ。美味しいけどちょっと甘すぎるかもしれない。何系、どんな美味しそうなの。唇はなんでこんなテラテカテカいい唇になってる。プリンアラモードの味なんだけど、プリンの味がするんだけど、プリンの味がするんだけど、うん、甘いのが飲みたい時には飲みたいんだけど、今はそんなに甘いのが飲みたいわけじゃないから、だから50点。あ、西本さんでさ、何こいつ、いる、同じじゃん。いやいやいや、ちゃんと帽子も、ね、帽子にな、うん、うん、うわ、同じじゃん。いやいや、違う。あ、なんかちょっとこっちの方があれだね、こっちの方が美人だよね。マジ、なんかタツヤより美人。嘘、俺と一緒だよ。ちょっとスポーティー。そうそう、スポーティー。入ってこら、あー、うまけ、うわー、気持ち悪い。いただきます。鼻に刺す、まさか
あいつ自分で持ってきたギャグだな、胸毛。多分昨日から考えてるな、とっておきのギャグが胸毛だ。どうプリンそのまま。プリンそのまま、それ一個さん、それ一個さん。どんだけのイントネーション。あ、苦味もあるわね。あ、苦味。何の苦味？あのカラメル。カラメルの。カラメル。誰と一緒に飲みたい飲み物。ああ、そういうの欲しい。そういうの欲しい。誰と一緒に飲みたい。おいちー。子供になっちゃった。子供だそれは。おいちー。誰と一緒に飲みたいの？トゥワイスのダヒョン。トゥワイスのダヒョンと一緒に飲みたい。そう口を開けてみて。ああ、何これ。それをやってほしいんじゃない。それ一緒じゃない。私確かなんかみんな一緒だな。あ、でもなんかメガネが、メガネが素敵。ちょっと手ぬぐいの上にうっすら肌毛みたいなんだけど、なんか侍なんだっけ、落ち武者みたいな。落ち武者みたいな。落ち武者じゃない。おー、どう、私でも俺石本さんなんとなくこいつもあんま好きじゃないな。なんか新幹線みたいなやつ。ちょっと丸顔になるよね。岡間じゃなくて女をやってる。私は女よ。いやいや、そんな声低いやつ。ねえ、なんかこっちは取らないこっちは取らないでよ。こういうことでしょ。ああ、こういう系ね。いろいろこういう系。じゃあこちらいただきます。あ、結構俺好きな顔かもしれない。キスしてあげる。こっち見ながらだったら、こっち見ながらだったらキスできるかもしれない。ちょっと下手ろ、下手ろ。いただきます。気持ち悪い。何やってんだこいつ。女としても気持ち悪い。なんでよ。いただきます。どういう味なのか教えて。誰一人教えてくれないんだよ。女っぽさに集中しちゃって。あ、ほのかに。あ、でもプリン。あ、プリンじゃん。私好き、プリン。もうさ、冷たいプリンでただろね。こっちのカメラはただのケンちゃんなんだよ。こっちのカメラ見ないでよ。どんな時に飲みたい。これはちょっと、私は、福山雅治さんのライブに友達と行った時に飲みたい。うまい。誰と飲みたい。あ、誰と飲みたい。それはもちろんあれよ。藤井フミヤさんよ。最高。一回取った。あ、取った。あ、またやってる。それやっちゃうのよ。お前口結構できるな、本人。はい。本人の口もできるな、お前結構。あ、これ子供か。子供だよ。あんま変わんなくね、俺子供。同じ。あ、変わってる。なんかいけすかねえな、これ。俺も子肉たらしいね。はい、女子。学級委員長みたいな。あれなんで変わっ、ちょっとさ、メガネ変わってなくない？メガネ取ってくれない？メガネ変わってない。メガネ取ってくれない？変わってない。あれめちゃくちゃ強そう。これ YouTuber さんいなかったっけ。ちょっとほうれい線消してくんない？ほうれい線。あー、え、なんなの、なんで、なんで。いや、惜しいんだよ。ちょっとね、もうちょっとで気の強そうな女性だよね。ちょっとカメラ上からこう見、もうちょっとで。ああ、ちょ、怖い怖い。いや、上すぎる、上すぎるよ。怖い。お前上杉謙信か。お、違います。今違いますの横顔斜めぐらいの。違います。ああ、ちょっと怖いかもしれない。ちょっと怖い。お前見ると本人だな。お前見ると本人だ。そりゃそうだよ。ここクイって笑える。クイって。こわっ。こわっ。じゃあ今日はプリンアラモードフラペチーノの紹介をしていこうと思います。声高くしてよ。でもちょっとあれだね。いただきます。大人の女性だね。ちょっと大人のフラペチーノっていうことだけあって、冷たいです。あ、そうだね、そうだね。冷たい。やっぱこれやると全員あんま面白くなくなっちゃう。そうなんだよ、言うことが。え、誰と一緒に飲みたいの。じゃあそうだね。私はこれ一緒に飲みたいのはなんか時々出てくるな。あの、私は生き別れの双子の兄と飲みたい。え、誰で、なんで、なんで生き別れ呼んだか。あ、あ、俺を呼んだか。あ、出てきた出てきた出てきた。あ、やだ。なんかこういうやつで遊んでる外国の人いたね。あー、なるほど。こっちで。はい、いかがだったでしょうか。美女4人がお送りする、なんだっけ、
フラペスナップチャット。あ、フラペチーノ。プリンアラモードフラペチーノのご紹介でした。はい。みんなはどの人が好みでしたか？これはチャットできるんでしょ？なんかそう、チャットアプリなんだよね、スナップチャットでね、チャットっていうぐらいだからね、うん、このさ、うん、アプリをさ、うん、どうしてもそのスタッフのやつがやりたいと、うん、で言ってて、うん、いやそんなやってもしょうがないでしょ、うん、つってそのスナップチャットつけてね、うん、俺の顔見せたっけ、これ面白い、うん、って爆笑してるそのスタッフ、うん、で空気止まらないぐらい笑ってたでそんな面白いんだったらやろうかと思って、でやったんだけど、そうみんなクッキー止まらないから、なんかこっちしっくりやってないんだよ。いやだから誰もが思ってるんだよ。もうみんな知ってると思うんだよ。うん、YouTube 見てる人がさ、うん、先週みんなやってたやつを一足遅れてやってくれたところに、うん、その楽しみを見出してくれてたらいいなと思うんですよ。だけだね。でも知りたいんでしょ、どんな顔になるか。だってあいつが笑った時は、だって俺が女の顔になったらめっちゃ笑ってたんだよ。笑ってた。俺たちどうだろう。笑ってた。あーって言ってたと思う、うん、あーだからそっちが正常の反応だとしたら、うん、この動画やばいことになる。いやー参ったな。これはとんでもない動画作ってしまったかもしれない。割とね正常だったよ、ね、あとさ味もさ全然さ言われてないよね。いやでも美味しかったよ、美味しかったよ。美味しい味がして酸っぱい味もたまにしてそう酸っぱい味が来ると俺も美味しかったけど、俺ちょっと甘すぎたから。スターバックスなんかたまにやるさ、もう明らかにカロリーがテロのやつだ。 それ、うん、それの代名詞のプリンより甘いものがプリンの、うん、プッチンプリンよりもいっぱい入ってる。そうそう、だから、ま、もうプリンがいっぱい入ってると思っていいよ。なんか最初でも確かにそうかもしれない。最終的にあんま全体的にあんまりいい感じの動画になってないけど、でもさプリンをシャカシャカして飲むよりは美味しいと思う。そりゃそう、そりゃそう、それはスタバさんバカにするんだって。そうだはい、ということで今日は、プリンアラモードフラペチーノを美女4人が紹介してみたの動画でした。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではありがとうございました。月曜急上昇たったーんてげた、あるかてててれてててれてたぶん仮装大賞の合格の音でした。アメリカ知らないの？これももしかして仮装大賞の？いやいや、でもしんごちゃんがやってる、やってるでしょ。まだやってる、まだやってるの？みんな見てる。最後仮装大賞の話で終わるつもり。